マコナコです。今回はミニモーターウェイズ、このスチーム版の攻略のコツを取り上げていきたいと思います。まず最初に基本的な操作等を説明した後に、また細かい攻略のコツなどを取り上げていけたらと思います。では早速実際にやりながら見ていきましょうか。まず基本的な操作ですが、スペースキーを押すことによって時間を止めることができます。もしくは右上の方に時計が出てきたら、これをストップ押す。ストップマーク。これを押すと止まる。で、一つ下行くと普通に時間が動き出す。もう一つ下だと時間が早く動く。左クリックをしながら動かすことによって、このようにラインを引くことができるようになってます。このラインの数は下の方の今20というふうに書かれている。この数字、これ道路の数ですが、これ消すこともできるので、消すと数字が増えていく。書くと数字がまた減っていく。この道路の数限りがありますので、それをうまく使ってやっていくのがこのゲーム一つのポイントになります。また消すときには右側のゴミ箱マークを押してからまた左クリックでこういうふうに消す。押しっぱなしでも消していくことできますが、このように押しっぱなしでこういうふうに書くこともできる。右側でゴミ箱を押して消すこともできますが、操作方法の設定によってはマウスの右クリックだけでもこのようにもう勝手に削除モードになって、この画面になって消すことができる。右クリック外すとまた通常にラインを引くような状況になる。あともう一つこの下の方で鍵マークあるので、ここ左クリックするとこれ鍵がついて、もう全くねこれが消えなくなりますので、これが鍵がないとこのように消えてしまう。これ鍵はねできればつけた方がやりやすいかと思います。やることはこの家からこの施設、ここに向かってラインを引いて道路を引いてうまくやっていくとなりますが、ここでの動作少し確認しておきましょうか。今このように動いてます。この場所からここに到達するまで今やや垂直的にこのようにやってます。これが斜めにやったらどうなるか一旦見てみましょう。それによってもし速度が変わるんであれば、このラインの引き方斜めにした方が良いとなります。つまりはこういうふうにやるか、こういうふうにやるか、これによって移動距離が変わるかどうか。今ここ見てもらうと、これ消すと今11、つまりこの斜めだと1ポイントで道路を使って移動できる。一方この左側、これ消すと12となったってことは、これ垂直だと道路が2つ必要になる。なので省略したいんであればね、より道路を有効に使いたいんであれば斜めでやるということが重要になります。今斜めこれ書きましたが、この時にこの車の動きは必ず最短距離通るようになります。混んでるからといってこの右側の空いてる道路を通るということはないので、その点は注意が必要です。これが速度がどうなるか、実際に比較してますので、それでどちらが速いか、もし斜めが速いんであれば、斜めで積極的に使っていくようにしましょう。このような場合の時に、今左側に赤ありますが、今時間止めました。このように伸ばした後に、今道路ないですね。ならば道路どこか削らないとダメ。で、これくっつけます。そうすると2つのルートできますが、両方とも長い距離使うのはもったいないので、例えばこの左側、これを斜めにやる。この家の場合は、家をクリックした後に上やると上に道路がつく。右にやると右に道路がつく。こういうような操作もできますので、当然斜めもできます。これ今斜めにやってさらにもう一個つける。そうなるとこのタイルが不要になるので、このあたりうまくより最短距離を選ぶ。というようなことをした方がいいと思います。なのでさっきのこのこういうような感じでここでこうやるよりかは、こうやるよりかは距離としてはね、上の方ルート通した後にこっち側くっつけた方が良いというのがわかるかと思います。まあここら辺も細かいですが、こういうの細かいところを一個一個やっていくことによってより攻略がしやすくなります。車がまだ行ってきて帰ってくる。その最中には、この道路今消したんですけれども、まだなんか形が残ってますよね。これは全部車が戻ってくるまでは、ここをずっとついたままになりますので、すぐに消したい。すぐに道路必要。だけれども、車が全部戻ってこないと、ここ道路消えない。つまり下の方の数字が増えないとなりますので、ここも注意が必要です。なので早め早めに対応が必要。今、左側これつきましたが、このようにつけていく。でそうなると、ここから車が出て、また施設行きますが、今、水色出て、ちょっとどうしようかというような状況になってます。これなぜかというと、ここ今やると、ここくっついてしまうんですよね。で今、ここくっつけました。こうなると何があるかというと、
ここで黄色と水色がぶつかってしまいますね。今まだ数が少ないから良いものの、ここ多くなるとこの交差点で詰まる可能性があります。なのでこういうことをできるだけやらないようにするということは、どうするかというと、少し形を変えてこうやる。でここも一旦消して綺麗にこうくっつかないようにする。こういうふうに一つの色に対して一つの施設うまくいくように、一つのルートであまり十字とか、まあそういうような感じでこういうふうにくっつけてどこか行かないようにね、考えながらやっていく必要があります。なんでこれ黄色、これはこういうふうに伸ばしてもいいし、例えばここ切ってこういうふうにやった方がより早く到達できる。車に関しては一番近くの施設、そこに向かっていきます。つまりはここに近いところからまず車が出ていく。で数が足りなくなるとどんどん遠くから車が向かって、これ人をね迎えに行くみたいな感じになりますので、例えば今水色左側から出てますが、これ右側の水色ここにくっつけると次からは右側が優先されるかと思います。これ今ここ右側から出ている、もう一個来た際には多分また右側から出ると思います。車が出払った後にもう一個ピンが立った場合は左側から出ていく。拡大してみればわかると思いますが、車庫に、家と言ってもいいし車庫と言ってもいいと思いますが、そこにこの車がね出ているような見た目がありますが、これがここにまだ車がいるような状況なので、どこの車が待っていてどこの車が待ってないかもそのあたり把握して、じゃあどこかから持ってきましょうみたいな、そんな考え方ができます。だいたいこのあたりが基本的なやり方になります。続いて様々な施設について説明していきましょう。例えば今こここういうふうにやって、まあ、ここ十字になりました。この下の方いくつか今もうすでに持ってますが、まずこれ信号です。今ちょっと緑色マークついてますが、この方向だけが移動可能。当然右折左折はできます。このような信号もありますので、特に十字路の場合は信号を使ってここの行き来をあまり混まないようにする。混んでないときはいいんですが、混み出したらこの信号を十字路で使うというのは一つ覚えておきましょう。上の方に赤できてます。だけれども、ここすぐそばには何もない。となると橋の出番になります。橋はこの右側にあります。これ数が増えればこの道路と同じく数字が2とか3とか出ますが、一つしかない場合はこの黒くなってる。で、それは持ってるということになります。なのでこれ赤行くんであれば、ここからこういうふうにやる。一個橋ができました。例えば橋の場合はこういうふうに長くやっても橋は一つ扱いになりますので、例えば遠く持ってきたい場合はこの慎重に操作してこのようにちゃんとやってこういうふうに持っていくとか、こんな感じでねやることもできます。橋もこのうまく川を渡らせる。だが橋はクロスさせることはできませんので、ここの一般の場所みたいに十字にするとか、または三股にするとか三股にするとかね、そこら辺はできませんので、そこは注意が必要。もし橋がない、もしくは橋使ってもすごく今みたいに遠くなるというような場合は、高速を使うと良いでしょう。ここ置いてから左クリックでグググッと持っていく。そうするとこれも車庫から即座にこの場所に行ってくれる。この高速道路は移動速度これ速くなるので、乗ってる間は。なので遠くから運ぶのは高速道路を使う。だが高速道路は最大9つまで手に入って、それ以上手に入らないのと、当然手に入るか入らないか運次第なので、そこら辺の扱いはなかなか難しい。でこれに関してはこのようにこの数字のところを上下やると、このように動かすことできますので、下の方がどうなってるかこういうふうに覗きながらねやることが可能です。だからこれ操作失敗するとこういうふうにちょっと道路を変えてしまったりとかもするので、ここはちゃんとね数字のところじゃないとダメです。ここら辺やっても全然反応しない。数字のところだとこういうふうに動く。橋の他にトンネルというものがあります。例えば今あえて使う必要はないですが、仮にこのようにこれ山なんですが、この赤いところはね、そこをこのように通ろうとするとトンネルが勝手になる。当然曲がることもできますし、斜めも行ける。こういう回り方をするというのも一つ可能になります。だがトンネルとかは数が限りがあって橋は対応できないんですが、トンネルに関してはこの状態である程度の対応ができます。トンネルがなくても何とかできる。それは何かというと、もう最初からこの辺り山あいに道路
作っておく。もしくはもうここら辺全部こういう風に埋めてしまってもいいかもしれない。そうするとここには建物が出てこないので、例えば上の方に家が来た、下の方に施設が来たとなったら、この道路を使って通すことができるということもできますので、橋に関してはそうしたことができないので、必ずこのように川越に向かって進まなければいけませんが、トンネルに関しては先にこういう場所をキープしておく、そして通りを良くするというようなことが可能な場所もありますので、ここら辺早め早めに埋めておく、まあ、当然タイルがなければどうにもなりませんが、左右の道を確保するだけでも案外やっていけるのではないでしょうか。続いてラウンドアバウトというものを使ってみましょう。このラウンドアバウトというのは、まずこの上下左右、そこがどこにも隣接してない、この家とかもしくは建物、隣接してないところ、川もそうですが、そこにしか置けないというのがまず一つポイントとなります。なので今この川のそば、ここ上下左右は大丈夫、右下はあるけれどもこれは問題なく置ける、だが一個右が行くとここは設置ができないとなる、下もできないとなる、当然川の上とか橋のところはできない。高速があるようなところでも、これ伸ばしましょうか、高速があるようなところでも置こうとしてもこれ置けないとなりますので、これも注意が必要。また当然ラウンドアバウトの上に高速もこれ持っていくことはできませんので、これも注意が必要となります。これ行きました、車このように回るようにして右回りで次の場所、目的の場所行く。これによって十字の交差点、これでやった際と比べて多少なりともその混雑の緩和効果があります。回ってる間にもちょっと広いところ回るので、それで混雑がなくなるのと、全部右側回りになっていることによって十字で右折左折でぶつかるようなこともなくなる、そうしたメリットがありますので、特に多くの車、そこがぶつかりそうなところ、もしくは他の色との兼ね合いでぶつかって、なおかつその他の色が別の方向行こうとした際、そうした際にはこうしたものを使うのが有効に働くこともあります。さて今これ黄色が来たことによって、ここ確認してみましょうか。ラウンドアバウトどんな感じになるか、今黄色出てきました。これがこの方向行って、今ここでぶつからずにうまく向こう側行くことができてます。まあ、このような使い方ができますので、高速ができれば優先して取りたいんですが、まあ、その次に何か欲しいものがあればということを考えるんだれば、このラウンドアバウトを優先して週の終わりにもらっておくというのはありです。だが上下左右マス目が空いてるところしか置けないので、そうであるならば普通に十字でやらざるを得ない場所、そうしたことも出てきますので、それは状況に応じて信号を使うかラウンドアバウトを使うか。今止まりましたね、他の車が目の前に来てると止まってしまいますので、必ずしも 100% ここで詰まりがないってことはないんですが、交通渋滞起こってしまいますが、それでもスムーズに移動ができます。では続いて十字路と三叉路を見ていきたいと思います。まずここをつなげます、定時路とも言いますが、ここ今車が通ったことによって赤が止まっていたのが分かったかと思います。これはまだいいんですが、これ十字路にする、するとこの後の車の動きちょっと確認してもらえたらと思います。これ黄色、誰も車が通ってないのに今止まりましたよね。これもこの今来てる黄色、これ止まってますよね。この十字路にすると車がたとえいなくても止まってしまう、逆に定時路にすると車がいない場合は止まらずにスムーズに行くというのがあるので、できるだけ十字路はやらない方向で、もしやって混み合うんであれば信号を使っていった方が良いとなります。ここまでが基本的なゲームの内容となります。ここら辺を抑えるだけでも問題なくやっていきますが、ここからは実績2000達成、それを目指すためにどういったところを気をつけてやっていけばより高得点狙いやすいか、そのポイントをまとめて紹介したいと思います。まず一つですが、これ普通につなぐんですが、この後にできれば、まあ、この辺りとかこの辺りとか塞いでおきたい。これなぜ塞ぐかというと、同じような建物がすぐそばに立った際に奥の方に道路が敷けなくなるというパターンがあります。
それを防ぐためにこういうふうに仮置きをしていくことによって、この上には建物立ちませんので、もし何かそばに来ても、じゃあここからこの道路を通すことができるとか、そういうことができますので、まあ、個人的にはまあここら辺の2つぐらいをやっておく、この角をね、もしこの重なってものが来ないようにここを通れるようにやっておくという意味合いで、こういう仮置きをやっておく。仮置きは他にも様々な場面で有効にできまして、例えば今この出入り口の部分、ここがこの即座にここ入ろうとすると混み合う可能性があるので、できれば一つぐらいはこういうふうにね、開けておきたいようなこともあります。その時にも最初はこれでも良いんだけれども、まあ、ここは開けておきたいんであれば、こういうような感じで、もしくはこれ斜めこの場所をキープするというような方法もできます。例えば下の方もここ切って一つ前に行ってからこういうふうにくっつけるとか、こういうことも考えるんであれば、最初は必要なくてもね、最初は直接つなげてもいいんですが、後々ラウンドアバウトとか使う際にはこういうような形で先に場所をキープしておく。例えば下の方もこういうふうにやっておく。また川沿いに物が出てもらいたくないんであれば、こういうふうに川沿い塞ぐとか。建物は2マス ×3 マス、それが必ず必要になりますので、このマス目見てもらって、2マス ×3 マスを全部こういうふうに塞いでいくことによって、もうこれ湧かなくなるんですよね、この建物が。こういうような形で場所をうまく制限させるというようなことができる。これが仮置きの一つの魅力となります。だが当然タイルの数がなくなればそれはできなくなりますので、一応その点は注意が必要です。例えばラウンドアバウト、これ置きたいとなります。だけどラウンドアバウトは上下左右、これマス目が必ず必要になるので、普段仮に使わない、まあ、仮にねここを置こうと、ここに置こうと思った場合、普段はまだやってない、だけれどもこの上とか左とかこういうところを塞いでおくことによって、ここ後々もしラウンドアバウト置きたくなった際にはポンと置けるようになる。これどこかが塞がれてしまうともう置けなくなりますので、ならばもう最初からこれ十字にやっとけばいいじゃないかと思うかもしれませんけど、これは基本のところで説明したように、この十字の部分行こうとすると車が止まってしまう。なので十字にはしたくないということを考えると、これは少し離した状況でこの場所をキープする。これはラウンドアバウトの場合のみ。他の場合も、まあ、こういうような細かいところを塞いで置けるんであれば置くというのが一つの方法になります。このように今施設とまた家がありますが、例えばこれつなぐ際にこういうふうに仮につなぐ。で、水色こちら側にあるので、じゃあこういうふうにつないで、この交差するような場所を作るというのはできれば控えた方がいい。なぜならばこの交差するところで渋滞発生する可能性がある。これは十字路なのでより発生しやすいんですが、仮にこれ十字路にしなくてもこういうふうにくっついてしまった場合、ここで水色行こうとする車と赤に行こうとする車でぶつかってしまう。じゃあどうすればいいかというと、これはもう回り込ませるということをねやっていく。この水色、今左側上行ってからこういうふうに行く。逆にこの赤はこちら側こういうふうに回してやっていくというのが一つの手となります。これによって水色は水色、赤は赤、それでうまく切り分けができてますので、こういうような形で、まあ、できれば一つのルート一つの色となりますが、それでもこのルートの場合は赤がここでぶつかってしまいますよね、この場所で T 字路のところで。ならばこれはあえてこうせず、もう一個これルートを作る。こういうような形で分ける。そうすることによって右上はこの上の方の2つから車が出る、下はこの下2つから車が出る。当然これ数が間に合わなくなるようであればくっつけてしまう、2つともセットにルートくっつけるみたいなことも考える必要ありますが、そうでないならば、もしそのまま行けるんだれば、数が足りるんだれば、このように完全に切り分ける。小さなものを
ちょこちょことやっていくというような感じで、今水色もそれぞれ分けたことによって車のぶつかりが少なくなったとなります。なのであえて遠回りをさせるということも一つ検討しておきましょう。今左上白が出たのでこのように移動させますが、こういうふうにやった際に一つで間に合うんであれば、わざわざこの今二つ左側余ってますが、これくっつける必要はないです。だがこれは距離が遠いので、ならばやはりもうちょっと数が必要だろうということで、その時にようやくこれくっつける。それまでは逆にこういう外しておく。だから外しておく際にも、もしこのくっつける場所に他の建物が出てしまうと当然くっつけられなくなりますので、できれば道路余ってるんであれば仮置きをやっておく。だが道路が余ってないんであれば仮置きはやらないで当然ねいいというか、そもそもできないとなりますので、ある程度は仮置きも考えておきましょう。さてこの今例えばこの上の方で水色をこのように持ってくるとしましょう。こうなるとこの建物の施設のところ出るところで、上から来る車と左から来る車、これがぶつかる可能性があるんですね。でここで施設の前でぶつかってしまうと、ここで渋滞が発生して駐車場の中に入ろうと思っても入れないということが出てきます。じゃあその時どうすればいいかというと、この水色このようにね回り込ませるんではなくて、一旦この下の方で合流させる。そうするとこの出入り口の部分が一方通行になるので、ここら辺での渋滞はなくなる。もちろんこの T 字路のあたりでぶつかる可能性はありますけれども、だがこの間ここら辺の部分、ここら辺の部分の行き来は自由にできますので、駐車場の方には詰まらない。たとえ詰まってもここら辺の出入り、そこに関しては問題なく可能となる。ここら辺も考えてできれば一方通行で行けるようにしましょう。また今このピンク色の部分、ここの部分も一つ開けて上についてますが、これをこういうふうにやってしまうとまた詰まる可能性が出てきますので、ここをあえて一つ分、まあ最低でも一つ分は開けた方がいいかなと。開けておくことによってここでスムーズにこの施設からの出入りが可能となる。ここら辺の施設周り、また一方通行であるかどうか、これは必ずしもできるとは限りませんが、できるのであればそこは意識して一つ開ける。さて今この左側たくさん白い色の建物出てきましたが、例えばこれをつなぐ際に仮にこの右側つなごうとすると、まあ、このようにすぐそばこういうふうにくっつけていくことができるかと思います。このような感じとするならば、でこの時にできれば十字、正確にはこのここで試しますが、上の方で一つのマスに対して1個2個3個4個4個線が引かれると、ここでもう確実に車が止まってしまう。基本の説明で三叉路とかであれば問題ないというように言いましたが、その時十字という表現しましたが、まあ、十字だけでなく一つのところに対して四つの道路がある。そうなると車が一時停止してその後確認してから進むとなります。では今ここ見てもらうと、この場所家から出てまた左上左下そして右に行く、ここでも四つになっているので、今これ車来てますが、この動きがどうなるかちょっと確認しましょうか。ここ止まりましたね。でこうなるとここで詰まってしまうとなります。他のところに車が行こうとしても行けない。ならばどうするかということになりますが、そこをここら辺でうまく調整する。例えば今ここの場所の車入っていったところ、これを左側にすればここがもう三叉路になるので、今みたいな止まり具合はなくなるとなります。また上の方もここ4つくっついてるので、じゃあこれこのようにやって、ここを T 字路にしてここ三叉路にする。つまりは十字路もしくは一つの場所に4つの道路がつながらないように、こういう細かいところであっても工夫する必要があります。例えばもう最後ここ今集まってますが、全部こ
ここでこういう風になる分であれば、まあ、そこまで気にする必要はないんですけれども、前の方で詰まると全部後々のところの詰まりにもつながってきますので、で全て車が一旦停止、遅くなって最後施設に行くのが間に合わないとなりますので、まあ、最後の部分であれば致し方ないところも出てきますが、そうでない場所に関してはあえてこういうふうに話すような形でやっていくということを検討する必要があります。これは最後の細かいところであってもうまく調整をやっていくというね、そういう重要な部分になります。今右上の方に黄色が余ってますが、これをわざわざ無理にこういうふうに遠くから持ってきてやる必要は特段ないです。もちろん最終的に道路が余ってるとか、どっかで詰まりを発生させる危険性がないとかであればいいんですけれども、特に全部を使わなくていいということを覚えておいてもらえたらと思います。やりたいことは施設にある人、それを確実に運ぶということなので、遠くから連れてくる必要はない。そして注意したいところは、遠くから来れば来るほど途中の道路を渋滞にしてしまう可能性が高まるということなので、必ずこの数が間に合ってるかどうかをね、確認しながら、すぐそばの施設である程度運搬が間に合ってるんであれば遠くは外しておくっていうね、これ切っておく。で、遠くから行かないようにしてうまく渋滞を防ぐということも考えましょう。なので変に多くなってるんであれば、このちょっと見にくいですが、このピンク色の部分をこういうふうに外しておいて対応するとか、もしくはルートを当然これ変えるというのもね、ありかもしれません。あくまでも乗客を運ぶだけ、それが重要であって、全ての道路をつなぐことが重要ではないということは覚えておきましょう。ここら辺の細かいところも知っておけば、実績の達成の数2000という数字、それは達成できると思います。興味があるのであれば、ぜひ全てのマップで2000を目指すようなプレイをやってみてはどうでしょうか。今後もミニモーターウェイズの動画上げていく予定ですので、また新しいマップが出ればそれらも実績攻略やっていきたいと思ってます。興味ありましたらぜひチャンネル登録して、そうした動画ご覧ください。今回の動画良かったと思われた方は高評価よろしくお願いします。ではでは。